はいどうも、男ジャニオタの菊池と申します。さあ今回ですね、数年前めちゃくちゃ人気があったあるグループの話をしたいなと思うんですが、まずメンバーですね、現在キンプリの岸優太くん、神宮寺優太くんで、元キンプリの岩橋元気くんで、現在トラビスジャパンの宮近海斗くんで、元トラビスジャパン、元ラブトゥーの阿部亜蘭くん、はい、以上の5人がですね、2014年頃セクシーボーイズっていうグループを組んで活動していました。ちなみに非公式名としてマジックっていう名前も浸透していましたね。これがメンバーの宮近海斗くんが命名したものになります。このマジックっていう名前はそれぞれのメンバーの頭文字を取ってマジックとなっております。まあ、神宮寺くんと岸くんの頭文字についてはもう気にしないというところですね。このマジックの5人はですね、2014年のジュニア環境の中で、まあ、一番勢いがあったって言っても過言じゃないぐらい大人気でした。まあ、デビューしていてもおかしくなかったぐらいですね。そこで今回ですね、その大人気だったマジックはなぜデビューしなかったのか、それについて考察したいなと思います。ぜひ最後までご視聴ください。個人的に思う理由っていうのが3つありまして、まず1つ目がですね、メンバーそれぞれが別のユニットでも活動していたこと。まず岩橋くんと神宮寺くんに関しては、このユニットができる前からジグイはコンビって呼ばれるぐらいもう大人気だった新名なんですよね。で、岸くんに関してはもうソロで活動していました。ほんで、阿部亜蘭くんと宮近くん、この2人に関しては今もあるグループトラビスジャパンのダブルセンターだったわけなんですよね。なので兼任っていう形になります。トラビスジャパン自体が2012年結成で、この2人は初期メンバーなわけなんですよね。なのでトラジャがメインで、このマジックが期間限定のユニットとして活動していたって可能性もありますよね。後にね、他の3人もプリンスっていうグループができるわけなんで、もともと期間限定として作られたって可能性もあります。2つ目の理由は、平野翔くん、永瀬廉くん、この2人が関西から東京ジュニアになったっていうことですね。この2人はですね、もともと関西ジャニージュニアで活動していて、もう少年コンビって呼ばれるぐらい、もう当時のね、感じの中でも一番人気があった新名ですよね。そんな少年コンビが、まあ、ちょこちょこ東京に仕事に出てきて、まあ最終的には2015年の春ぐらいに東京進出するわけです。で、東京で仕事するときはよくね、高橋海斗くんとこの3人で活動するようになります。後のミスターキングですね。で、その際にね、東京ジュニアでずっと人気だった岸くん、岩橋くん、神宮寺くん、後のプリンスのメンバー、ここが合わさってミスターキング vs ミスタープリンス、現在のキング&プリンスのメンバーが集うわけですね。実質ここでマジックが解散になるわけです。なので少年コンビが東京に来たのは多少影響あるかもしれないですね。3つ目の理由は、活動がセクシーゾーンのバックがメインだったっていうことですね。グループ名がセクシーボーイズ、つまりセクシーゾーンから取られた名前なんですよね。そのためセクシーゾーンがバックをつける間の期間限定ユニットとしても考えられるわけです。あとはセクシーボーイズとして活動していっても、もしデビューするってなったらセクシーゾーンと名前かぶりするんで、それはちょっと難しいかなとも思いますよね。以上がですね、個人的に考えた考察になります。皆さんどう思いますかね。まあ、キング&プリンスのメンバーも好きですし、トラビスジャパンのメンバーも好きですし、もうラブトゥーのメンバーも好きだったんで、まあ、結果的にはね、それぞれ別々で活動しててね、良かったと思うんですけども、まあ、この5人のバランス感っていうのも結構好きだったんでね、まあ、ちょっと解散した時は悲しかったですけど、皆さんはどう思いましたでしょうか。ぜひね、コメントとかで教えてください。まず動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価のとぜひお願いいたします。